皆さんこんにちは。今非常に車中泊、それからアウトドアブームとなっておりますけれども、その中でも欠かせないアイテムということで、こちらポータブル電源、私のチャンネルでも今回で2回目になるかと思うんですけれども、また大きく異なった非常に使いやすいポータブル電源となっておりますので、こちらのご紹介を今回していきたいと思います。こちらのポータブル電源なんですが、ブロウェイと言いますポータブル電源で、リン酸リチウムイオンバッテリーということで、まあ、以前ですね、ご紹介したアイセルというバッテリー、あれはドライブレコーダーの専用バッテリーなんですけれども、車内でも使える、ずーっと置きっぱなしにしても問題のないリン酸リチウムイオンバッテリー、搭載のポータブル電源となっております。で、こちら、もうまさに私、このノアボクシーにこちら常備して使っているんですけれども、簡単に注目ポイントのご紹介をしていこうと思うんですけれども、まず何と言いましたかですね、ここです。じゃじゃん。はい。なんと、ソーラーパネルが、搭載されているということになります。以前のモデルはですね、ソーラーパネルも別売りになっていて、非常に大きいパネルでした。で、これは備え付けということになっております。で、これを使うことによって、給電できないような状況もあったりするかと思うんですけれども、最大で30ワット発生するソーラーパネルがついているということになっております。まずこれが一つ、非常に大きな注目ポイントとなっております。で、もう一つなんですけれども、これハイブリッドの車なので、一度電源を入れていこうと思うんですけれども、ここの部分にトヨタの車ですと、給電ポートがありまして、AC1500W 電源ということで、ついております。こういったところもハイブリッドの車もすごく便利なんですけれども、必ずしもハイブリッドに乗れるわけじゃないですし、最近はこういうポータブル電源も非常に進化をしております。で、ここのところなんですけれども、ここにですね、差し込み口がありまして、これインプットとアウトプットっていうのがあって、まあ、ここのところですね。で、これ、付属の AC アダプターなんですけれど、まあ、こうやってチャージするということが、まあ、もちろんできるわけなんですけれども、6時間の急速充電対応ということになっておりまして、今ここなんですけれども、107ワットということになっております。で、ソーラーパネルの場合ですと、ここがまあ30ワットということで、まあ、実質は30ワットいかないぐらいだと思うんですけど、28ワットとか27ワットぐらいになってくるかと思うんですけれども、このぐらいの電力でチャージするということができるので、このバッテリー自体の容量というのが 614.4Wh ありますので、で、この急速充電をすることによって約6時間で満充電になるというパフォーマンスを持っておるということになります。ここすごく大事だと思います。給電の仕方っていうのがかなりこのポータブル電源にとってすごく重要なところになってくるかと思うんですけれども、ソーラーパネルとこの付属の AC アダプターを使うことによってチャージすることもできますし、またカーチャージャーで充電するっていうこともできます。こちらの方が付属のシガーソケット付きのカーチャージャーなのですけれど、これを使うと6時間から12時間ということで少し幅はあるんですけれども、ガソリン車であればこれを使ってチャージするということももちろん可能ということになっておりますので、車種問わず使用することができるということになります。容量についてのご紹介はさせていただいたんですけれども、614Wh ってどんなもんなのっていうのがあんまりこうわからない方もいらっしゃると思うのでご紹介しておくと、私のチャンネルの中でドライブレコーダーの専用バッテリーってことでアイセルというバッテリーがあるんですけど、あれがね、153Wh のバッテリーなんですよ。それの4倍の大きさということになりますので、153Wh ってドライブレコーダーで言うと約72時間使用ができるようになるわけなんですけれども、それの4倍ということになりますので、約300時間分の容量を持ったバッテリーと
いうことになっておりますので、非常に大きなバッテリー容量であるということがまずお分かりいただけるんじゃないかと思います。で、次に、やはり重さですね。気になるところなんですけど、これ、ソーラーパネルと、この 614.4Wh のサイズになってるんですけど、重量的には、子供でも持ち上げられる。今これ、娘が2人いるんですけど、使ってて、ここの部分ですね。携帯のね、充電が結構気になるところで、最近 USB の C ポートになってきてるんで、なかなか C ポートが取れるところもすごく少なくなってきてるので、このポータブル電源の取り争いが結構あるんですけれども、これ、娘でも持ち上げられるぐらいの重量っていうのが、まあ大体まあ10キロぐらいですね。で、また、以前もご紹介してるんですけれども、マックスパワーのバッテリーですね。あちらも大体10キロぐらいなんですけど、まあ、シニア層をターゲットに設計されているということで社長さんが言ってたんですけれども、そのぐらいがまあ限界かなっていうところだと思います。それ以上になってくるともう結構バッテリーとしてはかなり重くなってきてしまうので、若い方や力のある方でないと持ち運びするっていうのがちょっと難しくなってくるとは思うんですけれど、子供でも持ち上げられるような重量のバッテリーということになっておりますので、使いやすさも非常に良いかと思います。で、また、すごく気になるところで、先ほど、リン酸リチウムイオンバッテリーということで、安心だよってご紹介したんですけれども、しっかりと、日本の適合、認証基準というところですね。最近この辺非常にうるさく言われてますけれども、PSE もしっかりと取得している製品となっております。次に筐体を見ながら、こちらの製品もう一度見ていこうと思うんですけど、このようにですね、オープンクローズができるようになっています。今はもう午後2時前なので、だいぶ火が弱くなってきてるんで、特に必要がないので、必要がない場合は、こういうふうに格納することができます。で、このように、まあ、このぐらいの大きさなので、すごく大きさとしてもちょうどいい。で、MacBook なんですけど、ちょうどこの MacBook の幅ぐらいの大きさ。で、横はこんな感じですね。このぐらいのスケールとなっているということなので、すごく大きすぎず小さすぎずというところかと思います。でこれが目くらぶたになっていて、まあ元々はこういう形でハマってます。こういう感じです。ハマってまして、で、これディスプレイになってて、まあこういうふうに切ることができます。で、ディスプレイ、押していくとこのバッテリーの残量が表示されて、で AC 電源を使いたい場合は AC のボタンを押してあげると、そうするとここが点灯します。で DC も使いたいという場合はこちらを押すことで DC も使うことができるということで、これ実はですね非常に使いやすくてですね、なんと AC だけじゃなくて DC も使える、両方併用して使うということもできる。非常に優れたものとなっています。こちらは後ほど実際デモでご紹介していこうと思います。また、それだけじゃなくて、これパススルーということで、チャージですね。チャージはこちらなんですけど、チャージしながら AC、それから DC 電源を使うことができるということで、非常に機能性に優れた。まあこういった野外とかになりますとね、やはり、チャージできるときは、チャージしたいということがありますし、ただチャージしてるときに使えないってなった場合ですと、すごく不便を感じるところもあると思うんですけれども、これはもう好きなときにチャージできるし、好きなときに使うことができるということで、非常に優れた機能性を持っている、ポータブル電源となっています。それからこちら、後ろなんですけれども、後ろはですね、このように、これ、まあこういった形でですね、立てかけることもできます。で、これ何のためのものかと言いますと、まあこういった、先ほどご紹介した通りなんですけれども、ソーラーパネルですね、使うときに立てかけて使うといった場合もあります。まあ太陽光に合わせて、傾きに合わせて、これをですね、出して合わせて使うということができるようになっております。ちょうど光が当たるところがありましたので、今、2列目のシートのフロアの前のところに、このバッテリーを置いて、
今どのぐらいの電力で充電されているのかっていうのを見ていただきたいと思うんですけれども、今ちょうど2時ぐらいですね。もう夕方に差し掛かろうとしているところなので光が少し弱くなっている。また冬場ですので光が弱くなっているということなんですけれども、それでだいたいどのぐらいの電力を今充電さ、どれだけの電力を今充電しているのかということなんですけれども、マックスで 30W ということなんですけれども、今現状 16W ということになっておりますので、まあ夏場でしたらね、当然もっとパフォーマンスが上がってくるかと思うので、より一層バッテリーの充電というのは早くなってくるかと思うんですけれども、これだけの電力で充電をすることができるソーラーパネルとなっています。次に私の車中での使用例ということでご紹介をしていこうと思います。で、私の場合なんですけれども、まあ、よく YouTube の動画作成であるとか、あとはクライアントさんの動画作成ともするんで、まあ、外でパソコンを使ったりすることが結構多いです。なので、まあ、このように、まあ、パソコンの電源を供給するときに使ったりとか、まあ、何度もご紹介してるんですけども、こちらがインスタント Wi-Fi ということで、今回は私なんですけれども、トヨタの T コネクトをやめた理由っていうのがあって、このインスタント Wi-Fi を使ってます。まあそうすることによって、まあ、野外でも使えますし、トヨタの T コネクトってエンジンを始動している状態、電源を入れている状態じゃないと使えないっていうことももちろんありますので、必ずしもそういった状況じゃないということで、限定的に、使い方が限定的になるっていうのが少し使いにくさっていうのが T コネクトの Wi-Fi にはあります。で、このインスタント Wi-Fi でしたら、もう常にどこでもバッテリーが確保できるのであれば、いつでも使えるような状況になっているということがありますので、まあ、こういった形で私は、まあ、使っているということです。まあ、これによってネット環境も整って、またパソコンも使えるということですね。で、さらにそれに重要なところというのが、こちらの電源供給ということになります。最近はこのポーダブル電源がすごく進化していて、ハイブリッドでなくても十分給電できるなっていうことをね、少しね、感じてきている部分っていうのが正直あるところです。で、ハイブリッド車も結局はパワーボタン入れてシステムを立ち上げている状態じゃないと電源って使えないですし、まあ、当然エンジン切ってる状態ですね。そうすると電源供給ってなされないんですよね、やっぱり。まあそういう意味もあってですね、電源を切ってる状態ですと、ハイブリッドであっても電源供給ができないということもあって、まあ最近はですね、電源を切っても電源供給ができる、このポーダブル電源が非常に使いやすいなっていうことをすごく感じているところになります。まあこれでしたらね、もうこれを導入するだけでも皆様のお車でも全然使えてしまうということもあります。で、これ自体なんですけれども、電力の容量に関してはご紹介させていただいたんですけれども、この AC 電源なんですけれども、これ、今繋いでますけれども、まあ、これ自体は 110V、600W って書いてるんですけれども、少し電力としては小さめのタイプのものになってます。なので、以前ご紹介した MAX パワーのポーダブル電源とは少し用途が異なっていて、あくまでもこうガジェットを使うっていう前提での、これはポーダブル電源になります。野外の仕事で使うという用途においては非常に使い勝手がいいということなので、電子レンジであるとか、炊飯器とか、あとは湯沸かし器とか、使えないものもあったりするんですけれども、まあそれ以外の仕事で使うガジェット系の電化製品に関してでしたらもう十分使えるだけの機能を持っているというものになっております。で、最後に先ほどお話ししたパススルーについての状況と、あとは今チャージしながらなんですけれども、AC 電源、DC 電源、同時に使えるということで、ご紹介をしていこうと思います。はい。今なんですけれども、AC 電源と DC 電源と、すべて使っている状態で、今、こちら、モニターの方が表示されています。で、これだとわかりにくいので、もう一度、一つずつ電源を入れてご紹介していこうと思います。ここを押すと電源が切れるようになっています。で、ここは今バッテリーチャージしている状態ですので、このような形で今表示されています。で、ここを外すと、まあソーラーパネル自体でも今実はチャージしている状態ですので、今 10W ですね。で、これを閉じちゃうと、
完全に消えるという状況です。で、もう一度一つずつやっていこうと思うんですけれども、まずソーラーパネルの方を立ち上げます。はい、そうしますと電力が今立ち上がってます。で、さらにこちら AC アダプター。はい、このような形で116、5とか6ですね。で、ちなみにこれどうなのって今気づかれた方いらっしゃると思うんですけど、このソーラーパネル一回閉じてみますね。そうするとどうなるか。はい、ソーラーパネル閉じると107ワット、ソーラーパネルとこの AC アダプターを併用するとさらに電力が強力になるということで、より一層急速充電ができるようにもなっているということですね。ここも非常に素晴らしいところと思います。で、通常のバッテリーですと、この状態だと電力が供給されないということなんですけど、実際はそんなことなくて、次に AC のボタンを押します。はい、そうしますと、こちらは今 MacBook の方の AC 電源なんですけれども、今 18W、26W、18W ですね。立ち上がっていて、こちらの電源も取れていて、で、この DC の方ですね。これドライブレコーダーにつながってるんですけども、このようにドライブレコーダーの電源も取れるということで、下を見ていただくとわかるんですけれども、ちょっと見にくいかもしれませんが、今 12.2V ということで表示されてるんですけれども、このように、AC 電源、DC 電源も取れて、かつ充電もできて、で、さらに充電自体もソーラーパネルを使うと、さらに強力に充電ができるということで、これはですね、非常に野外で使うに最適なポーダブル電源ということが皆様にもお伝えできるんではないかなと思います。はい、ここまで。動画をご覧いただきましてありがとうございます。最後に非常に重要なお話をして締めたいと思うんですけれども、こちら、やはり買う上で非常に気になるポイントというのがありまして、保証ということになります。で、こちらなんですけれども、なんと5年間の保証期間を設けている製品となっております。さらにご注文番号をメールで送信するだけで、7年に保証が延長されるということで、保証期間が長い製品というのは少ないかと思うんですけれども、非常に安心して、購入後も安心して、こちらの方はお使いいただける製品となっております。また、BMS 保護モードというのがこちらについております。ですから何かと言いますと、AC 過負荷保護ということで、これ600ワットということなんですけれども、それを超えてしまった場合にアラームが鳴って電力をシャットダウンしてくれるという機能がついていたり、AC ショート保護ということで AC 出力がショートしてしまった場合も同様の作動がなされます。また、温度もすごく気になるところで、異常な温度上昇を伴った場合、環境温度であるとか、使っている電化製品の電力が著しく大きくなっていて、発熱量が大きい場合ですね。まあそういった危険な状況でもアラームが鳴って電力をシャットダウンしてくれるという、非常に安心して使える回路設計になっているということも皆様にお伝えしておきたいと思います。はい。こちらの製品の詳細なんですけれども、概要欄の方に貼ってございますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。